はい、こんばんは、トレインです。本日もご視聴ありがとうございます。マリオカート8デラックス実況プレイやっていきたいと思います。で、今回は普通にガチカスタムでやっていこうかなと思います。まあ最近ね、そのネタ系っていうかね、なんか企画みたいなのを織り交ぜつつ、まあ、やってたんですけども、まあね、やっぱガチ対戦もね入れていかないとダメかなということで、まあ半分半分ぐらいでねやっていこうかなと思います。で、今日の部屋は、まあ、1万から3万の部屋となっております。さあ、ジャンプジャンプジャンプ、オッケーオッケーオッケー、これ横割って狙いたくない、オッケー、うまい。ここはあれだな、2回ジャンプしてアウト側で割っていこう。さあ、いいスナイプも決まってそうだな。このコインは一応保持しておこうか、テレサケアのためにね一応持っておきます。さあ、ここから逃げ切っていきましょう。さあ、アウトのコインは取れなそうだな。いや、ここで割っとこう。いや、悪い意味なかったかもね。まあいいや。さあ、しっかりジャンプ決めて、おお、いいね。クラクション出たならこれは割って正解かもしれん。さあ、ここは男の、ほっ、オッケー、いいね。男のニスクを決めていく。さあ、しっかりジャンプジャンプ、あ、やべ、ドリフト入んなかったっけ。うまいこと、うまいことね。オッケー、ジャンプジャンプ、いや、これいけるか。オッケー、いいね。このままあとはもう何事も起きずに逃げ切ってくれたらいいんだけどね。よいしょ。あー、サンダー降っちゃったか。まあしゃあない、こればっかりはしゃあないな。まあでもそうだな、サンダー降った後はトゲゾウがね出る確率がかなり上がってるので、そこだけがって言ったらね、すぐ来るんだよねこのゲーム。早いんだよないつも。あ、まあまあしゃあない、これは受けて、よいしょ。あ、赤さんいるな。赤さんは抜かせないから様子見しましょう。さあ、1人やられてるね。さあ、ここのコイン取って10枚にする。よし、しっかり割って何出る。ああ、いいね、割とこれはいいんじゃない。しっかりジャンプ決めて、おい、いいぞいいぞ、やっちゃえ。あー、マジ、いけいけいけ。神は言っている、ここで死ぬ。あー、ちょっと待って、取られるのは聞いてないんだけど、これいける、ワンチャンいけますかこれ。あ、ちょっと届かない、やっちまった。取られるのは聞いてない。くっそー。いやー、取られなかったらね、あえてビューって飛んで行きたかったんすけどね。うわー、今の悔しい、めっちゃ。実質1位じゃんこれ。さあ、2レース目はドラゴンロード。いやー、やっぱ久しぶりにね、多分ガチカスタム使ってると思うから、あれだよね、全力で前逃げ切っていきたいよね。まあネタっていうかね、まあ、企画系のカスタムでもまあできるだけ前狙うようにはしてるけどね。さあ、頑張っていきたい。さあ、しっかり、うまいこと、うまいこと抜けない。いや、うまいこと抜いてるけど、お、ダブル割れた、でかいよこれ。いや、これはすぐつけちゃおう、すぐつけて、これは1位を出れることを優先して。あ、ちょ待って、手滑った、めっちゃ手滑ったんだけど。さあ、よいしょ。ラッキー、でもダブル出てきてくれた、よいしょ。さあ、いいね、これはそうだな、保持でいいかもしれない、わざわざ捨てるのももったいないからね。さあ、飛んできた、もう1個だったらいけるよ。さあ、一応つけとこうかな、よいしょ。うん、後ろ何持ってるかちょっと分かんないけど、おそらく何か持ってる、多分なんか見た感じ赤コーラかな、赤コーラ持ってる気がするんで、まあ、気をつけていきましょう。さあ、ここ置いておこうか、よいしょ、取りづらくさせるためにね。さあ、コインちょっと足りないので置いて、あ、なんかバナナ引っかかってそうだね。うっ、いける、おー、ラッキーラッキー、危ない危ない、ちょっと手滑るからね。よいしょ、保湿剤塗ってたんですよね、録画する前に。それのせいでちょっと手が滑るんですけど、まあ、頑張っていきたい。ジャンプ決めて、ジャンプ、オッケー、いい感じに決まる。うーん、ここまで離れてたらそうだな、クラクション欲しいな。あー、やばい、ってか言ってたら来るんだよね。うーん、どうしようかなこれ。まあ、後ろもキノコ持ってるけどな、なんかもう譲ってもしゃあなそうだし、このまま走っていきますか。やばいやばい、ドリフトの切れるタイミング。さあ、割って、さあ、これはまあ逃げ切れ、お、なんかいい感じに逃げ切れそうじゃないこれ。さあ、いい感じにインついて、ジャンプジャンプからの、やばい、これいけるか、あっぶねー、ギリギリマジで。ここ置いとくか、いやらしいとこでしょ結構。あっぶねー、危ない危ない、セーフ、危なかった。さあ、これはそうだな、一応コイン取っとくか、コイン。やっべ、トゲゾウやばくないそれ。でもどうせ譲れないもんな、どうせ譲れなくないこれ。あ、行ってくれるのそれ。あー、キノコ持ってんのかな、おそらく。持ってないんだ。持って、なんか前行くから持ってんのかなと思ってたけど、そういうわけじゃないんだね。よっしゃ、はい、対戦ありがとうございました。いや、ちょっとトゲ譲り決まると思ってなかったから、普通になんか嬉しいな。まあまあいいよ、1位取れてるのはね大きいことだから、まあこの調子でね次のレースも頑張っていきましょう。さあ、3レース目は骨骨砂漠。ちょっとね、さっきの部屋あまりにも独走しすぎちゃったんで、部屋の方変えました。
平均レートはだいたい3万ぐらいの部屋に落ちてきました。さあ頑張っていきましょう。この部屋でもね勝っていけるってところをぜひぜひ皆さんに見せていきたい。さあスリストは欲しいよ。さあスリストを取った、いいよ、これは前で出そう。オッケー、1位出た。さあこのまま逃げ切りたい。さっ今日はあれだね、1位に出る動きは結構うまく決まってるから調子いいかもしれない。あーここのコイン取りたかった。でもちょっとね行き過ぎたら取れなそうだったから、まあ、ちょっとチキっちゃったね。さあここは、あーまあまあミニターボ入んなかったけど、まあいいや。さあここは落ち着いてインをついて、後ろもしっかり確認しつつインをしっかりついていくと。そうだな、これ一応クラクション欲しいので交換しておきましょうか。さあ何出るだろう。さあインついて、おーっと言ってたらクラクション来る。これが久しぶりに実況者補正、あー噛んじゃった、もういいや実況者補正が出てるかもしれない。さあしっかりインついて、さあよいしょ。さあここもしっかりインをついていくと。いいね、これは気持ちいい独走してるね。まああとはそうだな、なんか変なことされなかったりしなかったら大丈夫だと思うんだけど、まああとね自分のミスはね極力減らせるように。さあ赤コーラ飛んできたのでしっかり防御する。さあ トゲゾーン、ちょっとトゲゾー飛んできてるのに通るのはダメでしょう。いやーそらきついっすよ。さあここはおラッキー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 、でかいでかいでかい。サンダー降ったタイミングがなんかいい感じになってコイン10枚のままで復帰できたよね。これは結構割ありとありなんじゃない、まあ、2発目が出てこなかったら割といける説はある。さあ後ろなんだ、何持ってる、クラクション持ってる、クラクションお持ちですね。あれ俺のクラクションだなあれ多分。おでもなんか事故ってるね、ラッキーラッキー。さあこのままこのまま逃げ切りたい。さあここは割って赤コーラ飛んできてるかな、あー飛んできてる。ちょやめてよ、 2連赤とかいらないからねマジで。さあキノコ落ちてるのを取る。さあインつく、オッケー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 、2発目来てるけど追いつかずに1位取っていくと。対戦ありがとうございました。いやこれは結構うまかったね、最初初動で前出てそのままねミスらずに、まあ、逃げ切れたの大きかったかなと思います。さあ最後のレースも頑張っていきましょう。さあ最後のレースはドッスン遺跡、まあ、この今使ってるカスタムね、今のドッスン遺跡の、まあ、せちゃんがね使ってるカスタムなので、まあ、割と走れるかなと思います。さあしっかりスタダは決まってるよな、 OK。 最近ねちょっと喋りながらやっちゃうとミスるからねちょっと神経質になってる。さあしっかりジャンプ決めて、お緑コーラ美味しいね。さあこれはそうだな、持って逃げるか。さあインついてダブル割って、これはいいんじゃない、いいねいいね。さあここはオッケーオッケー、悪くないよ。さあここはまあ普通に走るか、よいしょ。どうしようかな、ちょっと後ろ近いけどこれはそのまま走っていったらいいかな。さあよいしょ、いいねいい感じ。さあしっかりインついて、さあジャンプ決めて、オッケーオッケーオッケー、よーしよし、いい感じ走れてるよ。ここはコイン取りましょうか、よいしょ取って、そうだな、後ろがちょっと近いんで潰しときたさはあるけどちょっと潰せなさそうだな、よいしょ。いやこれはいける、よーし潰した、危ねーマジで。いやそれ赤コーラはね当たんないよさすがに。さあ防御してコインも回収して、オッケー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 、よーしよしよし、これは割といいよ。さあしっかり決めて、ここはたまるかな、よいしょ、しっかり溜めていって、さあドリフトも入れる。あーちょっと待って壁ぶつかっちゃったけど、まあいいや。シュッと後ろ投げて、やべえ赤コーラ飛んできてる、あークラクションか、まあまあしゃあないしゃあない。さあよいしょ、しっかりジャンプアクション決めて、オッケー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 。さあここはしっかり着地して、ジャンプアクションが決まらない、ちょっとガバが出てる、まあいいや。さあしっかりインをついてジャンプジャンプジャンプ、オッケー、やべえトゲゾー来ちゃった、トゲゾー来たけどちょっとね回避する術を持っていないのでこれはもう受けるしかないかな。いやでも受けるなら、いやバナナある、オッケーオッケーオッケー、これはいいんじゃない、オッケーオッケー、これはいい感じにあれだね軽減できたね。さあ後ろは赤コーラじゃないか、そうだな、木野さん攻撃してもちょっとしょっぱいよなこれ。これ前攻撃するの難しいな、これいけるかな、当たる、当たりますこれ、いやー惜しい、さすがにちょっと届かないか。いやここここワンチャン、うおー危ねえ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 、嘘その赤コーラしんどくない、よいしょよいしょ、頼む抜かさないでくれ、はっ、あー無理だギリギリ届かなかった。これあれじゃない、いかにスプラトゥーンされたんじゃない、ワンツースプラトゥーンされたかもしれない。
いやー、これは俺が描ききれなかった。しかも下ではマリオブラザーズにサンドイッチされていくと。あーあー、まあまあまあ、しゃあないな、ああいう展開もあるわ。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。